私がご紹介いただきましたザ・スーパーマーケットの田村と申します。ここからマイクをつけます。今からマイクつけました。今マイクをつけないで皆さんにご挨拶をいたしました。これは今会場客席の皆さんを目を閉じていらっしゃいます。会場の方に視覚障害者の方がたくさん来てくださるコンサートを私は運営しておりますので、私の意思が分かりません。と言いますのは、皆さんはマイクを通じることで音源から、つまりスピーカーから音を取ってしまいます。そうしますと、せっかく前にいる私を見ることができません。ですから一番最初の発信だけは生の声でお伝えしています。今日はですね、コミュニケーション、今皆さんに目をつぶっていただいていると思うんですけどね、私のコミュニケーションは今日皆様と拍手で始めたいと思います。私は途中から目が見えなくなりました。この会場にどんな方たちがいらしているのか分かりません。拍手で皆様の笑顔を見せていただきたいと思います。どうぞ。体型や、それから着ているお洋服や年齢や全てのものが分かります。ですけども、目を閉じてしばらく私の言葉の自己紹介を聞いてください。私の身長が161センチです。そして今日はですね、顔は、卵型に、髪の長さは肩、このショルダー肩ぐらいあるんですが、パーマネントをかけていて今日はアップしています。今日の私の服装は黒いタートルのセーターに、それからチャポールグレーのパンスーツ、そしてグレーの黒のショートブーツを履いています。そしてイヤリングは、金色、それからネックレスの金色をつけています。そして髪は薄い色の、おしゃれなサングラスをしています。買ったこれだけの情報で、きっと皆様はそれぞれに私を想像してくださっていると思います。この会場にどんな方、男性と女性どんな割合でいらしているのかなということをちょっとお聞きいたしますね。男性は
私はですね、見えている時代がまだ長かったんですね。まだ見えなくなってからは、そんなに長くないんです。でもちょうど今の活動を立ち上げてから、今年で16年目に入ります。そして私は見えない立場からいろんなコンサートや朗読会、いろんなところを通じて、こんなことがあったらいいな、こんな風にしてほしいなという発信をしています。で今日はですね、私のコミュニケーションの取り方、見えているときは目と目があってこんにちはですね。それからこの間、あ、誰々さん、この間ありがとうですね。でも見えなくなったらこういうことが一切できなくなりました。でもこんな楽しいことに触れました。一人で出かけるようになってからは、駅員さんにサポートしてもらいながら電車を乗り継いで目的地まで行くようになります。今日も私は5人の駅員さんにリレーしていただきながらこの駅までやってきました。皆さんは普段 JR の改札をお使いになっていると思うんですが、意外にお気づきになってないことがあります。JR の改札口には、そうですね、朝から晩までピンポーンという音が鳴っています。お聞きになったことありますか？ピンポーン、あのピンポーンという音は私たちにここが改札だよということを教えてくれているんですね。ですから間違わないであの音にたどり着けるんです。改札にたどり着けます。それからですね、ホームで小鳥が鳴いているのをご存知ですか？でもあれは乗客で疲れた方を癒しているわけではないんですね。あの小鳥の声はホームにずっと伝えています。天使ブロックがずっとあの音がどんどん大きくなる方に近づいていきますと必ず階段があるんです。階段も知らせているんです、鳥の声で。そしてその階段の手すりには展示があります。その展示には何々改札口というふうに書いてあります。そんなことは普段生活していると私も見えている時は全く知りませんでした。でも見えなくなってからはいろんなこと、見えている時には気づかないことがたくさん気づくようになりました。で今日はその一例としてたくさんあるんですけどね、その一例としてちょっと面白い話がありますので皆さんに聞いていただきたいと思います。私はよく新幹線に一人で乗るんですけども、お腹が空いたのは我慢できるんですね。お腹が空いたのは、でもお手洗いだけ、トイレだけは我慢できませんでしょ。ところがこのトイレにいつも苦労しています。つまりトイレに入った時の音声の案内がないんです。どういうものが表示してあるかっていうと、扉のところにこのくらいの大きな展示で使い方説明がしてあるんですね。トイレに入ってそういうものをじっくり読んでから用事をする人はないと思うんです。で展示があればみんなが分かると思うところに何かあればいいです。で今展示がさすがっていう人が一番です。そして私のゆっくりゆっくり、おそらくそのくらいのボードでしたら相当な時間かかると思うんです。私は言うとそういう展示の識字率ですね。ですからそういう近畿を要するところ、そういうところには音声で、例えばここは、自動水洗ですとか、向かってどちらに手洗いがありますとか、そういうことを音声で流してくれると便利だなと思っています。それから、新幹線がどんどん便利になればなるほど不便になってきました。でどういうことかといいますと、車内からデッキに出ます。つまりトイレに行こうと思ってデッキに出ますね。その時は車内は静かです。デッキに出るとガハッて音がしてますから分かります。でも今度車内に入ろうと思った時には、この下の線路、レールがなくなっています。つまり扉がガタガタ言わないようにみんな上でつってエアーで動くようになりました。ということは区切りがなくなっています。区切りがなくなるというか、ここからデッキから車内に入るという区切りがなくなっていますから、最初の1打席目はつかめません。ですから私は自分の責任に行くのに苦労します。どういうことを考えるかというと、バッグを外に少し出しておきます。そこでぶつかるようにしておきます。いろいろ工夫します。つまり不便だなと思う人は一生懸命工夫するんですね。でその工夫するってことでもしかしたらアイデアが浮かぶかもしれません。で音というのはね、これは音楽とか、それから音って言いますと音楽、
さっきのライブもそうですね、音ですね。でもラジオなんかもちゃんと音として立派なナビゲーションしてくれます。つまり私の家に同じ見えない友達が来た時にトイレにラジオをつけておきます。そうしますと一人でそこに行くことができます。ラジオをつけておくとそこが玄関だとかそこが何々っていうことを表すことができます。音はそんな風に利用することができます。それから私は見えなくなってからコミュニケーション一番最初は握手を求めます。なかなか日本人は握手をさっと求めないですけども、私は握手をなぜ求めるかというと、握手をすると正面になります。正面になるということはきちんとその人の方の顔を向いてご挨拶ができます。それから立つことによって身長が分かります。声が上の方ですから、随分背が高いですね。こういうことが分かります。それから見えなくなって一番困るのは、声をかけてくださる方が同じような年齢の方、若い方、そうすると分かりません。ですからちょっと一言名前を言っていただくっていうのが一番嬉しいですね。で、私たちができなくなっている人にできる人の方から手を差し伸べる、これがコミュニケーションの第一歩ではないかと思います。日本には絆という大変美しい言葉があります。この絆は伊藤平に半分というふうに書きますが、私はこれは半分ではないと思っています。半分ずつ出し合うのではなく、ほんの少ししか人が出せない人にぐっと出してあげる人がいて、そしてその人と結び合う、そこから何か素敵なコミュニケーションが始まるのではないかなというふうに思っています。そしてその障害があるとか障害がないとかを関係なく、同じ立場で一緒に笑い合ったり話し合ったり一緒にご飯を食べたりすることの中から、いろんな新しいアイデアが浮かんでくると思います。私は今日目の見えない立場でお話をしています。でも世の中にはいろんな障害の方がいらっしゃいます。そしてその障害の方たちは自分たちに不便なこと、それからこうして欲しいということをいろんなところで発信しています。大事なことはそういう人たちの声なき声を耳を傾けてよく聞いてくださることです。そして、共感してくださって一緒に手を結び合って、そしてまた新しい暮らしをして世の中に少しずつしていけたらいいなというふうに私は思っています。それには、今日会場に出してくださっているたくさんの皆さんたちの協力が必要なんです。皆さんが今日私の話を聞いたことをお友達3人に伝えてください、5人に伝えてください。そしたらどんどん広がっていきます。あ、そんなことで不便なの、あ、駅のホームってこうなので、それが社会を変えていく一歩だと思っています。今日は私の話最後に聞いてくださって、そして私ともっとお話をしてみたいなと思った方いらっしゃいますか？